私の説明は初めてなんじゃないかなと思いますので、はい、まず、まあ、場所からというところなんですけども、三島市、静岡県三島市の中というところにあります。で、弊社裏側に、鉄道の方が走っておりますけども、伊豆箱根鉄道という、電車が走っております。単線の、まあ、ちょっと田舎のローカル電車ですね、走っているところです。で、門から入っていただきますと、まあ、このような形で入ってまして、裏